日。この番組は毎月行われるマスターズカップより1試合をピックアップし、その中に隠された戦略を選手とともに紐解いていきます。ご案内は私、ハロープロの山部佳純です。よろしくお願いいたします。さて、今回のピックアップ、7月4日に行われたハローマスターズカップシャープ27より、オナ東京 VS アークエースの決勝戦第2セットをお届けしたいと思います。それでは早速本日のゲストにご登場いただきましょう。オナ東京より高台選手です。どうぞ。まず早速なんですけど、はい、オナ東京さんはメンタルトレーナーさんがチームにいらっしゃるじゃないですか、はい、具体的にどんなことをしているのかお聞きしてもいいですか。はい、わかりました。チームの、良い状態の時をですね、意図的に作り出すために3つのことを行っております、うん、で1つ目がディスカッション、2つ目がコーチング、3つ目がルーティンワークです。ちょっと1個ずつ聞いてもいいですか。はい、わかりました。まずは、はい、ディスカッションはどんなことをするんですか。はい、ディスカッション、こちらではですね、チームがどういった時に盛り上がって、どういった時に調子いいプレーができたのか、こういったことをですね、まずみんなで話していきます。チーム全体で話し合うんですね、はい、でそこにメンタルトレーナーさんもいらっしゃる。はい、2つ目がコーチング、これはどんな内容でしょう。自分たちの流れで勝っている時って果たしてどんな時なんだろうっていうのを整理して、かつそれはどういうことが起こって、その流れができているのか、それは声掛けなのか、動きなのか、うん、どんなことがきっかけで、パフォーマンスが上がるのかっていうのを紐解いていく作業です。なるほど。確かにそのチームでやると全員がやはり主観じゃないですか、はい、そこでしっかり客観視をしてもらえるってことですね、はい。それでは最後に、ルーティンワークはどんな内容なんですか。はい、そうですね、先ほど見つけてもらったそのトリガーをですね、ルーティンワークの中に取り入れてうまく再現できるようになっていくというものになります。はあ、なるほど。その意図的にも盛り上がった状態を作るってことなんですね。そうですね、はい、要はその状態に持っていくために、実は今いろんなことをやってて、ここでは詳しくはちょっと言えないですけども。あ、そうですよね、はい、そういったことを、トレーナーの方には、サポートしていただいているというところ。それでは早速試合の解説に移りたいんですが、まずオナ東京さんの基本戦略があれば教えてください。はい、オナ東京の基本戦略は選択と集中です。選択と集中、これは一体どういうことでしょうか。そうですね、状況に合わせて一番最適なプレーにフォーカスするという戦略に我々は至りました。なるほど、はい、分かりました。それではそれを踏まえて早速試合の動画を見ていきましょう。こちら、決勝戦の、ね、オナ東京とアークエースの試合です、はい、このツグ選手が手をずっと下にしてシールドのチャージしてるじゃないですか、はい、これでなかなか張ってこないのはなぜですか。さすがですね、よく気づきましたね。これあえて手を下に下げてチャージを長くしております。あえて、はい、どういった意図があってチャージを長くしてるんですか、はい、そうですね、シールドって普通って手下げてチャージ溜まったらすぐ張りますよね。張ります張ります、はい、ただそれをすぐ張らないことによって相手とは違うタイミングで張ることができます。なるほど、はい、フェイントかけてるわけですね。そうですね、相手の予想とは違ったタイミングで張ることができます。はあ、はい、でもシールドのチャージをしてる間はすぐ選手が打てないじゃないですか、はい、これって不意になりません。もちろんそういった考え方もあると思うんですけども、タンクの攻撃ってそんなに強くないですよね。まあ確かに強くするのは難しいですね、はい、そうですね、はいはい、なので弱い攻撃にリソースを割くっていうことではなく、余計に集中をしながらですね、いつでもシールドを張れる状態で待機しているっていうことが、まあ、大事という考えに我々は至りました。はい、またですね、それが今回の試合ではですね、相手の球を集めるということにもつながったので、うんうん、まあ、結果として良かったのかなと思います。これが基本戦略で言ってた選択と集中ってことですね。そうですね、確かに実際見てみるとアークエースのエナジーボールがかなりつぐ選手が集まってますよね。はい、わかりました。それでは続きを見ていきましょう。これ割れ際、相手のシールドが割れるところで、はい、すごく球が集まってるように見えるんですけれども。そうです、はい、相手のシールドが割れる瞬間に球を集めています。なるほど、この割れ際に球を集めるっていうのはチーム同士で、チームのメンバーで共有していることなんですか。はい、そうですね、特に今回の試合でやってるアークエースのようなですね、避ける能力が高い選手には、一人のエイム力というところで頑張っても得点はなかなかできないので、いかに3人のタイミングを合わせて狙っていくかということがですね、重要になっていくと私たちは考えました、はい、素晴らしいチームプレーですね。で、その最後
あの高大選手これ、はい、めちゃめちゃもう短距離走みたいにダッシュして、そうですね、一枚のシールドに入ってるじゃないですか、はいはい、これも戦略でやってるんですか。ですね、これはですね、実はあの全然戦略というわけではないです, そうです、これをやると怒られるんですよ。あ、怒られちゃうんですか、はい、寄ってくんなと、来る場所ないぞお前みたいな感じでやっちまったなって感じなんですけども、はいはいはい、まあ、今回シールドを前見に貼って、くれたので、うん、もうそこに最後はもう1でも避けてやるぞっていう、もう思いであそこに両手を振って逃げました。これじゃあ終わった後もしかして高大選手怒られちゃいました。いや今回は避けたのでよしということで大丈夫でした。あ、確かに2対0でこの試合、まあ、東京さん勝ちましたので、はい、まあ、言ってしまえばもしかしたら今後勝てたら戦略でいいよって。そうですね、最近はそれも逃げるためには必要だっていうふうにチームに認めつつあるので、はい、じゃあもうこれから高大選手の試合終わりの逃げにもちょっと注目ですね。注目していただきたいと思いますね、はい、今日はもうたくさん解説ありがとうございました、はい、改めまして本日のゲストはゴナ東京より高大選手でした。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ波動インサイドストラテジー、次回はどんな戦略が見れるでしょうか。次回もお楽しみに。